1>, 1、48スケールの小ネ模型1、48スケールはスケールモデルで用いられる国際標準スケールの一つである。航空機などの模型や鉄道模型の縮尺として広く使用されている。1、48スケールは1フィートを1、4インチに縮小する縮尺であり、1、4インチスケールあるいはクォーターインチスケールとも呼ばれる。 ヤードポンド法を使用する国、特にアメリカでよく用いられるが、スケールモデルの分野では国際標準スケールとされている。模型の長さを48倍したものが実物の長さとなる。1、48スケールはダイキャスト製などの完成品模型とプラモデルなどの組み立て式模型の両方で用いられ、主に鉄道模型や航空機などの模型で使用される。また、 レゴのマニアにはミニフィグのスケールとして知られている。ダイキャスト製ミニカーの主要スケールである1、43や1、50とスケールが近いため、それらの模型と組み合わされることもある。2003年より、タミヤは従来の1、35スケールに加えて1、48スケールのミリタリーモデルの生産を始めた。競争の激しい1、35から 新しい市場への転身とも見られている。148スケールの機関車模型鉄道模型の大ゲージの縮尺は国やメーカー、団体などによって異なるが、アメリカでは148スケールが主流となっている。航空機のプラモデルでは、主に172と148が国際標準スケールとして使用されており、148スケールでも爆撃機から 小型機まで多くの製品が作られている。かつてはアメリカ以外ではコレクション性の高い位置十二が主流だったが1 9九十年代以降は大型でより精密な工作が可能な位置十八スケールに世界的に主流が移りつつある。また1 9六十年代までは日本、フランス、イタリアなどのメートル放射王国のメーカーでは近似スケールの位 50も使用されていたが、1970年代より、順次1、48に切り替えられた。その際、日本の一部メーカーでは、1、50で作られた、旧製品のスケール表示を1、48に変更している。アメリカでは、1930年代にはすでにホーク、などのメーカーから1、48スケールの木製の組み立てキットが発売されていた。 第二次世界大戦後に発売された初期のアメリカ製のプラモデルはスケールの統一されていない箱スケールのものが多かったが1950年代の後半頃からオーロラ、モノグラム、フォーク、リンドバーグなどのメーカーが航空機プラモデルの主要スケールとして1、48を採用し多くの製品を発売した。プラモデルの発祥の地といえるイギリスでは1、72、 スケールが主流であり、1930年代に活動を始めた、フロック、1950年代に活動を始めた、エアフィックス、1970年代に活動を始めた、マッチボックスなどイギリスのメーカーはいずれも航空機プラモデルの主要スケールとして1、72を採用していた。エアフィックスが初めて1、48スケールの航空機を 発売したのは1970年代の後半で、しばらくは種類も少なかったが、1990年代以降は製品数が増加する傾向にある。日本では1970年以降、タミヤ、大滝、タキ、フジミ、ニチモなどが1、48スケールの航空機キットを発売している。それに対し LS や航空機プラモデル最大手の長谷川は、その後も1、 72を中心とし1、48スケールの航空機キットは発売していなかったが、長谷川は1980年に最初の1、48スケールキットを発売した後、徐々に1、48スケールの比率を上げており、2000年代以降は新製品の数では1、48スケールが1、72スケールを上回っている。戦車、軍用車両、兵士等のミリタリーモデルは、 1>, 1、35スケールと1、72クラスが主であり、1、48スケールは主要スケールとなっていない。特に欧米ではオーロラが1950年代から60年代にかけて発売した十数点のキットがほぼ唯一といって良い状態が長く続いていた。日本では1960年代から1970年代にかけて1、 48クラスの戦車は多数発売されている。スケールの明記されていないもの、1、50表記のもの、1、48表記のものと様々であったが、そのほとんどは、モーターや全イで走行させることを主目的としたもので、足回りは共通で、車体上部のみを作り分けているようなものもあり、スケールモデルとは言い難いものが多かった。1、35スケールのキットを増やしつつあった。 タミヤも1970年から1971年にかけて1、48スケールの戦車発展を発売している。これらも走行を重視したものであったが、74式、戦車やカノン戦車などは仕様を変えながら生産が続けられ、2011年現在でも組み立て塗装済みの走行モデルとして販売されている。1972年にバンダイが発売を開始した。 気候師団シリーズは、走行を廃したスケールモデル仕様で、車体内部まである程度再現され、1975年頃までに、第二次世界大戦時のドイツ軍車両を中心に40点以上が、ジオラマ用アクセサリーや、兵士セットなどと共に製品化された。しかし、同時期にタミ宮を中心とした1、35スケールと、富士見、日東、長谷川などによる一。 七十二ないし七十六スケールのミリタリーモデルも多数発売されており、それらの中間のサイズであった本シリーズは、モデラーの十分な支持を得られず、同スケールで追随するメーカーもなかったため、九百七十年代、後半に開発は打ち切られた。九百八十年代以降、このスケールは再び走行モデルが中心となり、目星新製品は発売されていなかったが、 1992年に湾岸戦争で知名度の上がったパトリオットミサイルとスカットのキットをアリーが発売した。この製品は基本的には新金型によるものであったがパトリオットの牽引者に既存の製品を流用するなど必ずしも正確なものではなかった。また、1996年からは青島が90、式戦車87式自走攻射機関砲89、 式装甲戦闘車などを発売している。これらも装甲モデルではあったが、完全新金型で、比較的正確に作られていた。1980年代から2000年代初めに、かけては、韓国や中国のメーカーからも1、48クラスの戦車キットが発売されているが、その多くはモーターによる走行が可能で、日本製キットを参考に作られたものも少なくなかった。 またアカデミー科学や中国の不満は、バンダイ製の気候手段シリーズの金型を使用して、現地で生産、発売を行っている。2003年より、タミヤは1、48ミリタリーミニチュアシリーズの販売を開始した。当初は、航空機モデルと組み合わせが可能な車両が、製品化されたが、2004年12月発売のタイガーアイ型から本格的に、 走行戦闘車両の製品化が行われた。開発は急ピッチで行われ、2006年末までに40点がラインナップされた。その後開発速度は徐々に低下したが、2011年末の時点で70点が製品化されている。内容はドイツを中心とした第二次大戦時の車両と兵士が主で1、35のミリタリーミニチュアシリーズでは、 未発売の車種も含まれる。タミヤの動きに刺激されて、イタリア中国のホビーボスなども1、48のミリタリーモデルに参入したが、大きな動きとはなっていない。1、48スケールでは、キャラクターモデルも多数発売されている。ガンダム関連では、メガサイズモデルなど少数が発売されているだけであるが、太陽の牙ダグラム、聖戦士ダンバイン、長時空星期、 オーガスなどいくつかの作品では1、48を主要スケールの一つとして製品展開が行われている。また、2010年には長谷川が1、48スケールの VF-1 バルキリーを発売し、話題となった。ありがとうございます。